はい、どうも皆様、お久しぶりです。明大作曲公会の仲間たちです。トイドラ会長ですね。作曲家を目指して、こういう活動をしている、しがない21歳でございます。僕は副会長の桜田です。副会長なので、2番目に偉いです。偉いので、こういうふうに、ちょっと権威のある格好をしています。権威を示してるんですね。そうです。僕が、会員の玉子と申します。主に作曲同好会の方ではですね、ブログの方を壊していただいたりしてます。今日の話題はですね、先週も曲紹介だったんですけど、今週も曲紹介をやりたいと思います。今週は、名作堂の曲ではなくて、僕の個人的なアルバムについて語ってくれるということで、ちょっと僕は恐縮しながら、ここに今座ってるんです。ぜひ存分に魅力を語っていただきたいです。やったー。今日話させていただくのは、僕がこの前リリースしました、ファーストアルバムってやつですね。田舎暮らしです。なんで田舎暮らしかっていうと、僕が、このね、北半島ですね、カンガルーの腕ですよね。ここら辺に僕は住んでるんですね。日田市って場所なんですけど、日田市は田舎なんですね。確かに名古屋からもだいぶまあ離れてますからね。そうですね。田んぼがあって、公園があって、山がありますね。竹がいっぱい入ってます。あとマックスバリューとか、ヨーカドーのような、一般的に都会にはあまりない、そういうスーパーマーケットがいっぱいあります。典型的な田舎って感じです。そうですね。チタシティはですね、ちょうどいい街、チタっていう文句で売り出してますよ。すごくないですか？ちょうどいい街っすよ。それ、自虐じゃねえと思ったんですけどね。でもそんな街で僕は21年間暮らしてきたわけですね。田舎僕は好きなんですよね。その感性をちょっと曲にしてみたよという5曲からなるアルバムです。まず1曲目自転車ですけど、自転車はどんな感じに思いましたか？お二人は。僕はやっぱりなんかYouTube で公開されてたミュージックビデオがすごく印象的ですよね。まあ、3つ MV が紹介されてましたけど、その中でも自転車はやっぱりなんか MV とすごく合ってて、なんて言うんですかね、ギアのないママチャリみたいな感じの。それでなんか本当にふらーって街を漕いでいるような、そんな結構気持ちよさみたいなのがありましたね。ああ、そうなんですよね。ママチャリなんですよ、この自転車って。なんか、時速30キロ飛ばすような自転車ではないんですね。ふらふら走ってると、いろんな空気が吸えて楽しい。なるほど。2曲目は雨降りですね。なんか、雨降りが一番今のところ再生回数が多いらしいんですけどね。一番聴きやすい曲ではありますよ。確かに楽しげだしね。ワクワク感というか。やっぱ作った人雨好きなんだなってのがよくわかっちゃいますよ。楽しくないですか、雨。雨楽しいですよ。雨楽しいよね。高校生の時は、びしょびしょになりながら登校する男だったから。雨かぶるとなんかハイになりますよね。そうなんですよね。びしょびしょになりながら帰ると、なんかもう、楽しい。楽しい。楽しいです。でもこれ、このアルバム僕の楽しいものを集めただけなんですよね、要するに。楽しい。何したら楽しいかってことですよ。で、3曲目がてっぺんなんですけども。いや、なんかもう、ちょっと狂ったのかなとか思いましたよね。そうですね。なんか、雨降りとかまではまだ田舎暮らしって感じなんですけど、てっぺんになるとなんか、あれ田舎なのかなっていう、なんかちょっと。田舎の夜に出没する変質者みたいになってます。なんでてっぺんかっていうと、僕が青春時代を過ごした場所の多くが何かしらのてっぺんだったからなんですね。このうちも丘の上に立ってるし、通ってた中学校も高校も丘の上だったんです。よく遊んでた場所とかも大体丘の上。まあ、田舎なんでね、勾配が激しいんですよ。丘の上に行くと、楽しいとそういう感じですね。楽しいので、ちょっと狂っちゃって。なるほどね。で、なんかよくわからない疾走感があって、最後もよくわからない音で終わってしまう。終わりは衝撃的でしたね。あれ終わり方いいよね。ちょっと衝撃的な激しい曲があって、で、4曲目になるわけです。夜。この夜は、どういうふうに思いましたか、お二人は。田舎って言うと虫とか鳴いてそうなイメージあるじゃないですか。ああ、はい。でも、この曲から感じる夜っていうのは本当に人っ子一人いない、不気味に静まり返った夜みたいな感じがして面白かったです。このアルバム全体でなんですけどね、曲のタイトルを最初聞いた時に想像されるような曲調からはちょっと逸脱してみたんですよ。自然がメインなんじゃなくて、住宅街があって、でたまに山があって、田んぼがあって、また住宅街があってっていうタイプの田舎なんですよ、しかも。そうすると、夜になると、純粋に人が消えるわけですね。街灯だけが照ってて、そぞろ心が湧いてくるっていう、そういうことですね。で、最後ですね。
最後の曲が電車ですね。寝ながら聴きたいなって、結構メロディーが繰り返し繰り返し流れてくるじゃないですか。そうですね。なんで、こう、電車の中で寝ながら聴きたいなっていうのがありますね。ああ、これはもう一番最後にできたわけですけど、真ん中は結構元気だったので、もう、一曲目と一番最後は、もう素直に緩やかな曲を持ってこようと思ったんで。本当に結構なんかノスタルジックで、僕はかなり好きですね。ああ、それは嬉しいです。まあ、こういう感じの5曲でアルバムができてますけども、で、さっき玉子さんが言ってくれたんですけど、実は、自転車と雨降りとてっぺんに関しては今のところミュージックビデオが公開されてますんで、はい、お気軽に聞くことができるんですね。名作堂の YouTube から出してるのでぜひ見てみてください。でちなみに夜と電車のミュージックビデオも出そうと思ってるんですけど、ちょっと僕が忙しいので僕のモチベーション次第でミュージックビデオが完成するかどうかが決まります。乞うご期待ということですね。僕にパワーを送ってください。今日は僕の曲について話させていただきましたけども、ぜひみんな聴いてください。よろしくお願いします。いい曲なので。都会の人にこそ聴いてほしいですよ、僕は。名古屋の奴らには聴いてほしいですよね。田舎コンプレックスみたいになってますよね。でもね、やっぱりなんか音楽シーンって都会がブランド化されてるじゃないですか。確かに。ちょっとそれが悲しいですよね。田舎のこの感性っていうのはそれとは別であると思ってる。なので、皆さんぜひ聞いてください。で、あと、名作堂ではですね、まあ、会での曲の発信もしてるんですけど、このように、個人ですね、会員個人の曲も出してるんですね、実は。ただ、今のところ僕しか出してないんですよ。で、みんなもっと曲を作って出せばいいですよね。タクとか、それこそあるんじゃないですかね。これ、作ったんですよ。そう。もう、ボツりましたね。あ、ボツになって。いや、こちらも乞うご期待というやつですね。今後もね、会員たちの作品が多分コツコツ出てくるんで、その時にはぜひチェックしてください。よろしくお願いします。